れはお水です。うどむさん、タコありがとうございます。やすルパンさん、ありがとうございます。みきやくん、ありがとうございます。こんばんは。雨でした？ハッピーセット開封したらピカ様が出ました。見た、ゆきりかに届け。それ当たりじゃない？ピカ様って 何が当たりか知らんけど、ピカ様は当たりなんじゃない？ホゲータのフリスビー、そんなのあるんだ。フリスビーってあれだよね、こんばんは、ヤッホーヤッホーヤッホー。ね、そう、8月30日からはちいかわのシールらしい。シール会って感じではあるけど、なんかマスコットとかさ、そのポケモンみたいに固めのさおもちゃとかだったらもっとめっちゃ人気出そう。争奪戦、チーカは好きだけどさ、シールはそんなに。なんでシールなんだろう。大量制作できるけんかな。ね、普通になんかマスコットとかさ、ポケモンのみたいに硬いおもちゃとか、チーカーの絶対可愛いじゃん。村さん、花火ありがとうございます。でも毎回シールなんだよね。そういえばフクフェスも宿も取ったけど、お仕事入って調節してます。あら、お仕事入ったの？最近お人形さんがいないじゃん。こんばんは。いいね、確かにね、お人形さん、お人形さんいっぱいいるんですけどね、この辺に。下にはモモンガちゃんともいますけど、このね、クローゼットを開けるたびにね落ちるんですよ。お人形さん、カロリーメイトを下げよう。こんばんは。そう、映ってないだけ。います。こんばんは。そう、開けたら落ちる。開けるときね、ソファーをねずらすんですよ。開かないから。これカロリーメイトはもう下ろしました。速攻元気応援隊なのでもう終わりです。カロリーメイトはみきゃんが愛媛うどんの香川、あと2匹でコンプできそう。徳島と高知でもね、徳島これはあるんですよ。高知
島。徳島は確かになんだキャラクター、すだちくんは持ってないかな、届いた覚えないな。すだちくん、え、届いてないよね。すだちくんは持ってないな。こんばんは。ツイッターの動画の更新月一どうなんだろうね、よくわかんないけど、順番に撮りますみたいな感じでしか聞いてない。魚って前見えるのって、見えるんじゃない、黒目がこっちに出たら、こっちに見えるんじゃないか、前見たいときは横に泳ぐ、こうやってビビビビビ。こんばんは。今日はリコちゃん月1ぐらいなんかな、結構ゆっくりのペースですよね。でも期限めっちゃ長かったから、そこ元気応援隊のまだまだあるから、1人1ヶ月でも。ちょうどいいぐらいなんかな。マサさん金魚ありがとうございます。なんか点滅した、びっくり。奈良さんタコありがとうございます。タコタコ花火、画面が一瞬真っ暗になった、汗汗。大丈夫か。雨の日はえ、カツオ人間版心当たりないんだけど、晩に雨の日はね電波悪くなりがちなんですよね。きっとそうかも、過去の経験より雨の日は電波悪い、電波悪いわん。ゆうちゃん花火ありがとうございます。私はね UFO キャッチャーとかで撮ったぬいぐるみを数日で飽きて放置しちゃうから、今日この放置された犬を見てもっと大切にしてあげなきゃと思って連れてきた。放置されてたからやばい、大切にしないとほこりかぶると思って。服部さんタコありがとうございます。そう、放置されたチャムを見つけて、もうちょっとまだ新作だからもうちょっとね大切にしないと。服部さんクマありがとうございます。え、お父さんには見せてないよ。まあ最悪お父さんにあげたらいいか、多分一緒に寝てくれると思う。お父さんも一人だし寝るとき寂しいだろうから。イモース見ました？お、どうですか？イモースのサメもいますよ、まだ。クマさん、あら、ありがとうございます。確かにお父さんと犬が寝てたら本物のワンちゃんを買ってもいいってなるかもしれないね。こんばんは。何かわかんない？ちゃん、サメも本当に大きいんだよね。どうしようかな、サメ。サージカルさん金魚ありがとうございます。チャムがいるから本物、いやもう許可なしに買うから、その場合お父さんには犬飼ったよの自己報告してやるから、お母さんと私で
サメ大きいよねあれ。ああいう大きいぬいぐるみってさ、一回は欲しくなるじゃんね。だからいいなって思ったけど、ベッドに置いたら半分取られるし場所。寝返りが打てなくなるね。でも一回はあの大きいの欲しいよなってなるよね。こんばんは。いや、サメと一緒に寝ないです。サメでかすぎてベッド半分ぐらい取るんですよ。だから寝れない。サメとは寝れない。サメを抱えてるリカさんの笑顔素敵でした。そう、取れた瞬間めっちゃ嬉しいからね。あの時はハッピーな私です。こんばんは。気づいたらサメベッドから遠くなってました。でしょうね、寝るスペースないんじゃないの。ビッグサメと。タラの DD さん、金魚ありがとうございます。クワガタやだ、クワガタはやば、恐ろしい、引っかかれそうだし。ミラクールさん、金魚ありがとうございます。サメ捕獲の話、誰がビッグボーイやって。そう、ビッグサメとビッグボーイ、ベッドも大変ですね。こんばんは、ボンジュール。こんばんは。ビッグボーイ。ビッグボーイのコスプレ、確かに絶対似合うやん。美味しそうなハンバーグ作りそう。でも美味しそうなハンバーグ作りそうよ。これ褒め言葉、めっちゃ褒め言葉。リキャン生きてた、生きてるよ。ソファーで潰してる今。うどんのも生きてるからね。これ香川に持っていく、福フェス忘れんようにせんといけ。サイズさん、花火ありがとうございます。ハンバーグが似合う男、私ハンバーグ好きだから、褒め言葉。ハンバーグラブですので、美味しいハンバーグ作ってくれる方。大橋さん、星ありがとうございます。福フェスにもいそうね、絶対いるよ。だからマイうどんのと、その用意されたうどんのがあったらさ、いいじゃん。マイうどんのとの写真と、もともと会場にいるうどんの。一生ハンバーグを作らせてくださいとプロポーズされたらウケますかって。え、でも週に4回ぐらいハンバーグでも嬉しいかも。作ってくれる、週4ハンバーグでも嬉しいです。いやいや
週4だけ通います。他のは作れん。ハンバーグ、こんばんは。週4さすがに飽きる。でも今でも食べてるんですよ、週4ぐらい。今お店で飽きないんですよね。うーん、飽きさせてほしい、逆に私にハンバーグ。飽きたい、もはや。それはびっくり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 ドンキーね。飽きたいです。髪型は私でも無理だよって。そうね、確かに。そう、過去にはまった食べ物は大体飽きたのに、ハンバーグとなんだろう、スタバとかは飽きない。なんか最近スタバの店員さんがすごい楽しそうで、スタバでバイトしてみたいと思ったんですよ。だからスタバでバイトする時の面接で、そう、私はここ数年間のスタバの数をカウントしていますってすごいアピールになるなと思って、スタバ好きの。4日に1回ぐらい行ってるカウントになってるかな、個数的に。スタバが好きすぎて、行った日のシチュエーションと一緒にここ2年、今んとこ2年目カウントしているんです。アピールポイントにめっちゃ使えると思って。まあそんな嘘でも作ろうと思ったら1日で作れるけど、スタバの面接。スタバ競争率高いらしいじゃん。だからそのアピールポイント。ハンバーグ、20%、20倍。スタバカードの履歴データベースですぐ分かりますよって。あー、スタバカード使ってないな。スタバカード使うようにせんと。でも駅で買うときはモバイルオーダーしてるから、それは履歴残ってるか。こんばんは。確かにカードで買うようにしなきゃ。愛媛のスタバならもうちょい倍率低そうじゃない？受ける人が少なそう。東京のスタバと比べたら。なんか愛媛ってバイト落ちるイメージないんだよね、ほぼ。行きたいところ申し込んだら行ける感じだったから。受けてみよう。無理でしょ。まさか愛媛ならいけるかもしれない。人手不足。店数が多い。でも愛媛の方がさ入りやすそうじゃん。愛媛もスタバ結構あるよ。都会はその分人の数もめっちゃ多いから、きっとめっちゃ倍率高い。今日髪がサラサラ。ルックスで選んでるなってお店ないって。スタバ
確かにスタバ。でも愛媛のスタバは普通にお母さん世代の方々も結構多いから意外といけるかもしれない。ルックスで選んでないかも。こんばんは。ね、そうなんよ、母世代の方々いるよね普通に。まあでもスタバでバイトするタイミングはなさそうだけど、お母さん世代、お母さん世代になったらバイトしようかな。パート、社員割り。カップに宛名とサイン書いてくれますかって。でも書いてくれるよねスタバ。書けるんじゃない。スタバのバイトって JD 以上、女子大、え、高校生もいけるくない。こんばんは。でもしてみたいよね1年ぐらい。スタバのレシートさすがに保管してない、捨ててる。源泉のバイトめっちゃしたかったけど、でももうそれは満足してる。かなおさん花火ありがとうございます。ふむふむ、こんばんは。ゲーセンも楽しそうだけどな。カレー食べてきました、ハート。見ましたよ、また美味しそうなカレーを食べてましたね。私もカツカレー食べたよ、牛丼屋の。牛丼屋のカツカレー。今日はそんなに暑くなかったから意外と歩けた。ちょうど雨も降ってなくて。広島意外とあんま降ってないんだよね。今は降ってるっぽいね。このリアルタイム天気ロック画面有能です。当たってる。38分後にやみます。こんばんは。胃もたれ、え、胃軽くない。え、めっちゃ当たる。そう、全然天気予報晴れてるのに雨降りだしたらロック画面にも雨降ってるから。そう、めっちゃ有能。 iPhone の天気が分かるやつ、今降ってる。雷が鳴り出したらこの稲妻走るんですよ、ロック画面に。愛用してる。
言うの。雷すごくて停電しまくり。マジそこまで。それはやばいな、停電は。停電ね、もう停電も何年も経験してないな。一回あったか、 2,3 年前に。台風の影響で悪いのこれ。翼欲しいさん、タコありがとうございます。そう、水めっちゃ飲んでる。お水。日が落ちるの早くなってきた。え、曇っとるけんじゃない？それめっちゃ思ったけど、今日16時頃からさ暗くなってて、16時半、さすがに早すぎなのは曇ってるからです。今日ニトリの家具組み立ててたら、必ず2人で持ってくださいという文字にやられそうになりました。え、私もそれあるね。どっから一つやってこいって言ってんだって。一人で組み立てたよ、ベッド。すごくない？なんかこっちを止めている間、もう一人があっち側を持つみたいな書かれてあって、そう、もう一人があっち側を支えてる間にこっちをつけるみたいな、ベッドの書かれてあったけど、一人でどうにかしました。めっちゃ大変だったけど、もう家具は組み立てたくないです。めっちゃ大変だった。なんで二人いる想定なんだろうって。まあ家族か誰かしらはいるやろみたいな。え、でも一人暮らしの家具買う人も多いもんね。まあ難しいから二人でやった方が早いよっていう。ゆうぴょんさん、かわいい、ありがとうございます。組み立てサービス。でも一人で組み立てたらね、うまくいかんとこはうまくいってない。もうなんかちょっと妥協して、こんなもんでいっかみたいなとこで、適当な部分も出てるから、ちょっと脆いかもしれないね。首ここまでしか刺さらないけど、もういっかみたいな、一本ぐらい大丈夫っしょみたいなノリでやってるから。こんばんは。ネジが4つ余りました。でもネジ結構余るように作られてるから合ってるんじゃないの。ネジ大量に余るときめっちゃあるよ。寝床が脆いのは怖いです。まあ私軽いので。大橋さん、星ありがとうございます。予備のネジ2本ぐらい。でも物によってはめっちゃあったりする。予備あった。こんばんは。ダンボール。ビッグボーイが泣いてますって。ニックネームになっとりゃん、ビッグボーイ。ダンボールベッド。なんか小学生の時とかはダンボールで秘密基地作ったりしたよね。田舎だからかな、都会の小学生はそんなんせんのかな。
ダンボールで秘密基地を作ろうみたいな。説明書は私読まないで、わからん、なんかできんくなったら見る派。とりあえず自分で進めてみて、わからんくなってできんやんってなったら見る。大人になっても作ってる人、それは違いますね。小学生の時なんか授業を、なんかの授業で段ボールで秘密基地、マットレスだけでいいかなと思ってしまいました。まあベッドとマットレスがあればいいんじゃない。なんかあんま家にいるイメージないから寝れればいいんじゃないみたいな。察する能力早、すごいでしょ。頭の回転早いんで。子供の頃やってたよ。小学生の頃はなんかいろんなことやってたよ。アルミ缶アートとかやってたし、組み立て、アルミ缶アートしてた。5人ぐらいの班になってキリン作ったり、優勝とかもあるんですよ。優勝チームとか各10人ぐらいのチームかな、全学年で、高学年だけかな、10人ずつぐらいに30グループとか40グループとかいっぱいあって、一つの作品を作ってみんなで投票して優勝が決まるんです。あ、そうそうそう、結構本当に大規模でやってる。そう、何十チームも作って、十何人一組かな、分からんけど忘れたけど、だキリンとか作ったかな、あと来島海峡大橋とかで、みんなで運動場に作品を並べて、そう投票するの。自分が好きな作品に書いて、何番丸々みたいなで1位を決めるやつとかもやってたね。懐かしいね。空き缶なら太陽にあります、送りましょうかって、いらないです、いらん、私もある。空き缶捨てるときさ、ゴミ袋いっぱいにならないと捨てたくないじゃん。だからいっぱいになるまで待ってる。なんかなかなかたまんない。私ゴミ袋は45リットル派なんですけど、45リットルの袋結構いっぱいたまるまで待ってるね。ちょっとずつ捨てれんよね。いっぱいになったら捨てるみたいな感じだから。確かに小さい袋でこまめに捨てたらいいのか、スーパーの袋みたいな。私45リットル袋をさ愛用してるから、そう、一人暮らしで45貯めるの難しくないって、缶を。そうね、結構何ヶ月もかかるかも。同じくですね。確かに小さい袋でちょこちょこ出した方がいいな。小さい袋も買わなきゃな。スーパーに捨てに行く、あのイオンとかにあるやつ。こまめ派。声がおかしくなった。
こまめ派？私はもうドーンと捨てる派だから貯めてる。おお、あれ近くにないけんな。ニートさんタコありがとうございます。あるよねスーパーに。でもあれ歩いて持ってくのさ、なんかね、見られるよね、目につきそう、通行人の缶抱えて歩いてたらスーパーに向かって。缶ね、でもそろそろ出さなきゃ。いつかな缶の日って。缶の日ってあんまないよね。まあそれは地域によるんだろうけど。自転車か、自転車ね。いやまあ普通に家で出せるから家で出すわ。週一あるかな、2週間に1回とかかもしれん。あんまない気する。段ボールもあんまなくて、でも最近段ボールを全部出したんです。すっきり。段ボールあんまないけんさ、貯めとったやつを一気に出した。すばらー。ダンボールね、ちょくちょく出したいっちゃ出したいけど、なかなか。いつ何出してもいいところある？それめっちゃいいやん。でもいっぱいになりそうやね、すぐゴミ捨て場が。こんばんは。なんか雨の日ってどんよりしてるね。悪夢見そう。悪夢見そうなどんより。本当読むしてたエブリーデイ。偏頭痛ないです。こんばんは。いつ出してもいいと思うとなかなか出せません。マジ確かに明日も出せるしみたいな。と呼んだよ、うん、知ってた、エブリデイ。ふと空が見えた。オリーブレモン。オリーブレモン。四国公演まであと2日。もう実質、あと1日みたいなもんですね。ポイントつけてくれるところある？0.2。 でもそれでもでかいよね、 0.2 って。ただ捨てるだけよりは。10本出したら2円でしょ。でも持ってくの難しいな、そんな大量に。恋育てない。あさってはオリーブ隊です。お、レモン隊とオリーブ隊。
ン回収あるとことないとこがあるね。私の知ってるセブンはないかな。見たことないかもな、それあんま。広島のセブンで意外とそういうのは市内とかじゃなくてちょっと離れたとことかにありそう。セブンない。見たことないよ。あるとこはあるよね、あのキリンみたいなマークの。こんばんは。牛だ。そう、キリンが描かれたやつ。キリンが描かれたゴミ捨て場みたいな。髪型似合いますね。ありがとうございます。結んでみた、結んでみた。牛丼ミキヤくん、かわいいギフトありがとうございます。よく伸びますでしょ。よく伸びます。よく伸びますよ。ニートさん、金魚ありがとうございます。だいぶ伸びたよ。どんぐらい経ったかな、髪切って。でもまだ結構経ったか、 3,4 ヶ月は経ったんかな。こんばんは。髪の毛が減りました。夏だから涼しい方がいいじゃん。夏だから頭の皮がむけた、日焼けの。確かに皮むけたら黒いの治るんか。いいね、日焼けしてた部分が。そう、冬は生やして夏に切る。What's eating today? カレー。まだ日焼けしたまま。めっちゃ日焼けしないと皮はむけないもんね。ちょっとの日焼けじゃ。めっちゃ焼けないと。カリー&ライス。いつも長めなのって髪の毛。そうね、定期的にこんぐらいに切ってる。今とりあえず伸ばし中です。福フェスの外りは楽しそうですかって。ちょっと待ってね。うむうむ、最近来たんですよ、セトリ。どこかな、これか。つまらなそうな可能性。そんなことある。おうおうおう。新しい曲っていうか、やったことない曲は2つかな。これあんまやらない曲もあるな。あんまやらない曲もある。確かになんか前回みたいに激しい系かも。前回もウェーイって感じだったじゃん、勢い。ちょっ
そう、ストーリーちゃんと見てなかったからまだ。隣に飼われてるのは犬です。これはシュナウザーです。チャム、ストーリー最近来てまだチラッとしか確認してなかったから、ストーリー何があったっけと思って。まだね始まってないけどね、レッスンは。そう、まだやってないから上手下手は分かんない。サホちゃんぐらい髪伸ばすのあれ何年もかかるよね。このペースだったらまあ1年はかかる、2年ぐらいかかるか、腰ぐらいまであるよね。まあ1回あんぐらい伸ばしてみたい気もあるけど。5年もいる？ 1 年で 何センチ伸びるっけ。1ヶ月3か4やけん、まあ、40センチ。2年ぐらいじゃない？ 40 センチ、これ20、いや2年ぐらいでいけるよ。こっからならね、今の段階からなら、こっからなら3年ぐらいかかるけど、こっからなら 1、2 年だな。でも似合わない気する、そんな長いの。私想像してみたけど、そう、この状態からなら1年半ぐらいでいけるかも、頑張ったら。そう、みんなからしたら5年ぐらいかもしれんけど、こっから、ここスタートなんでね。胸ぐらいからだから、あと25ぐらい、1年半ぐらいかな。1年から1年半。でも絶対似合わん気するわ、長すぎたら似合わんのですよね。あと20センチぐらい。2月に切るとしたらあと何か何センチ伸ばせるんだろう。9、10、11、12、1、2、6ヶ月半ぐらいか。あ、でも18センチ、15はいけるわ。2月にはこの辺にはなってるかな。長いと大変そうね。まあ短い方が楽ではあるけど、3月まで伸ばしたとしても結構伸びるよ。15、伸びるの早い。1ヶ月2センチしか伸びんってカウントしてもあと半年あるから12は伸びるので、私だったら多分18ぐらいは伸びるから、おへそぐらいまではいけるかもしれない、頑張れば。いっぱい食べていっぱい寝てちゃんとあのケアしてたら結構伸びるの早いんです。あと汗かいてたら早いかも、なんか夏場早い、汗かくとき夏の方が早いので、汗かいてなんか頭皮がいい感じなんかなって思うけど、夏の方が早いです。冬の方が遅いね。夏の方が早いよね、やっぱ代謝いいといいんかね。汗かくけん、汗めっちゃかいてたら早い、
ライブとかで汗かくけんかな、定期的に。早いですね。いっぱい食べてるよ。ドライヤーはね、まあ、5分ぐらいですね。結構早いです。乾くの。キチネさん、ハートありがとうございます。ドライヤーもっと長そう。めっちゃ早いよ。前髪をバーって40秒ぐらいで乾かして30秒40秒、だってこんだけですもん。 その後は下を乾かすけど5分ぐらいで、こんだけですもん。細いから髪の毛が一本一本めっちゃ細いので、私の髪の毛ほら激細なので、みんなの髪の毛より多分細いよ一本は。だから超乾くの早い。すぐ切れるしね。あの串したりしたらめっちゃ切れる。ふむふむ。だからすぐ乾く。風通りがいいのかも。バーってしたらバーって言ってくれる。風通り置き。そう、すぐ抜けるじゃなくてすぐ切れるんです。抜けはしないけど切れる。そうね、お母さんも髪の毛細いかも。お父さんはもう剛毛ですよ。弟もね、しっかりふさふさ、一本一本が濃い針金みたいな。ふさふさ。こう見えて剛毛ですって。何のアピール？それはいい印象なのか。お父さんは仲間だと思っていた。お父さんね、まだハゲてないんですよ。針金粉落とし。まだ結構年いってるんですけど、しかもまだ黒髪、絶滅黒髪ですわ。私がハゲてるみたい。お父さん結構年齢いってるんですけどね、黒髪でまだまだ。絶滅黒髪ですって。絶滅黒髪。少女じゃないからね、みんな。少女ではなく、なんだ、おっさんか。おっさん違うのって。気持ちは少女ですか。ピュア女の子。あ、星になってるわ。絶滅黒髪おっさん、もうハゲの曲みたいになっちゃうわ。タイトルがそれだったら。
黒髪絶滅の危機、絶滅の危機ライスさん花火ありがとうございます。あさって絶滅黒髪少女あったら笑ってしまいそうですね。必死にさね、残り少ない黒髪を守ろうとしているおっさんの曲になってしまうわ。守りたいとかあるけん、その先絶滅の危機黒髪少女よお守りたいです。24フレットさんかわいい、ありがとうございます。報告したいポンズさん、24フレットさんありがとうございます。先生は普通に黒髪の女の子がの黒髪の女の子ですからね。そう、黒髪の女の子は貴重な素晴らしい存在みたいな曲ですよ。レアなポンズさんハートありがとうございます。黒髪少女ですからね。最近 NMB さんが大きなコンサートやってたよね。いろんな曲めっちゃ流れてくる、楽しそうだった。そうね、みんな髪染めるもんね、女の子。絶滅黒髪少女ですわ、都会とか特に。こんばんは。今日は AKB 劇場にこじはるさんが登場？すごっ。また回ってくるじゃん。大学時代髪型髪色あ黒髪いませんでした。そうだよね、みんな高校卒業したら染めるよね一回。でも一回染めて黒に戻るんだよね結局。10月ぐらいには。こんばんは。あるある、黒髪少女。高校に黒髪少女いませんでした？それはヤンキーか男子校じゃん。ヤンキー校か男子校じゃん。とっちゃん金魚ありがとうございます。やす、男子校か。なんで男子校を選んだの？
女子校に入れなかったから男子校にしたの。極端だな。あ、男好きか。賢いのでは。なるほど、勉強。なるほどね。いやいや、男子校偏差値高いんだ。あんま知らないの。男子校なかったかも。あんま女子校ならいっぱいあるけど。男子校ってあんまないよね。女子校はいっぱい知ってるけどさ、都会ならではなんかな。松山から次の弾丸旅行あるかなって。行きたいね。埼玉だけね、あんま男子校って聞かないよね。ドラマではあるけどさ、ドラマとかアニメとか。ね、ドラマとかではそう、男子校と女子校があってみたいな。アニメとかはそんなイメージだけど、現実の男子校は知らんの。普通に数二は私らの時代は強制だったな。数二 B 数三でしたね、選択。数三あれ、数三とかあったっけ。あったよな。通算犬がちょっと栗まんじゅうに見えてきました。確かに、あ、確かに栗まんじゅうの頭の部分だ。横向きになってる栗まんじゅうだ。できれば通算ね。うどんのが落ちた。理系にするか文系にするかってさ、結構大事な判断だけど、あの頃はよくわからんくて適当に選んじゃうよね。適当に選んじゃったから理系にした方が良かったのかなと思ったけど、結局 STU に入ったからどっちでも良かったっていう。ね、大学とか行くなら大事だけど、結局行ってないから意味はどっちでもよかった。帳消しですわ。よかったような悪いような。理系は女子少ないね。でも私の友達理系だったよ、英子さんとか。私も数学の方が好きなんですけど、文系の方、数三難しいって聞いて、そう、
数学の方が好きだったんですけど、数三はむずいよって塾の先生に言われて、それで数三むずいって言うから、SD に入ってくれてありがとうって、こちらこそです。 SD に入ったことはがあれですよ、帳消しになったのが良かったのか悪かったのかってことです。スーさんね、スーさんがむずいって言うよね。こんばんは。勉強難しくて困ってたから、まあ帳消しになってラッキーと思うけど、塾にいっぱい行ってきたのに全部帳消しになったからもったいないなとも思うし、そう STU はそういいんですけど、 STU に入れたことじゃなくて、その全部勉強したことが帳消しになったことに対して良かったのか悪かったのかってことです。 STU はそういいことだけど、コーヒーさん金魚ありがとうございます。これから人生長い？長いかな。四国か四国見えるから勉強しててよかったと思う。そうかな。確かにね。まあいつか役立つか。なんかするならね。もし塾に行かずに就職してたらアイドル目指してなかった？え、それはないよ。就職しててもアイドルは目指してたけど、塾課金が、塾課金めっちゃしたからね。いや賢くはないですよ。でも小学校から塾行ってた、小中高。こんばんは。塾課金めっちゃしてます。ニートさんタコありがとうございます。勉強熱心ね。話してて面白いから賢さを感じます。じゃあもうそれだけでよかったです。プラスプラス。習い事はあとピアノ、十何年、12か13だったかな。習字もしてたよ、2、3年。習字どんぐらいかな。本当に賢い子は塾なんか行かなくても点数取ってるね。でも結構周りみんな行ってたよ塾。でも塾行かないと勉強しないから、そう私は。まあまあ、前を飽きさせないなんて大したもんです。どんな人やねんあなたは。もともと確かに自主的に取り込む子とかね、めっちゃ賢い子は授業だけで理解してできたりするんだろうけど、まあ塾行ったら強制的に勉強させられるから毎週。まあ良かったっちゃ良かったですね、小学校の時とかは。高校卒業まで塾行かなかったぜ。え、逆に高校卒業していったの？
大学？きっとめっちゃ賢かったんだろう。え、小学校はでも誰でも賢いじゃん。簡単な。賢くはないんですよ。記憶力悪いんで、勉強に関して興味ないことは全く覚えれないので、社会とかは分かんない。多分ここのファンの人はブレずに応援してる人が多いよねって。褒めてる、珍しく。学校ピアノ弾いたよ。小学校でもさ、生まれてる。小学校のテストってさ、基本みんな100点みたいな感じのテストじゃん。くにさん、かわいい、ありがとうございます。ピアノ、ね、小学生のテストは普通100点、ちょっと悪くても90何点とかの簡単なやつだから。こんばんは。珍しいですかって、珍しいです。ファミコン、私もファミコンしてたよ。そう、小右衛門と桃太郎電鉄。あと戦うやつ、簡単な戦うゲーム、ヒャーとか言って、ヒャーとか言って戦うやつ。スーパーファミコンかな。ポケモンじゃないです。ポケモンはしたことないですそう、ヒャーってよく言いながら戦うんです。一回一回効果音付き。ポケモンはしたことないんですね。ポケモンのゲーム、レトロゲームいっぱいやってたよ。なんかこれぐらいのゲーム、テトリスとか入ってるやつとか、これぐらいのやつで10ボタンがあって、10でボタンが4つのやつとか。ゲームボーイかな、きっと。でも小さいゲームいっぱいあった。こう、あとこんぐらいの横長の長方形のミッキーとかのゲーム、あれ楽しかった。小さいミッキーのゲーム、横長の小さめポケットに入るサイズのいろんな種類のゲーム
あれ楽しかったです。高く売れる。嘘、思い出の品だよ。まだ動くんかな、どうなんだろう。ゲームボーイ動くんかな。火事のビルから火助けるやつとかあった、懐かしい。今めっちゃ思い出したその光景。あったあった。それ楽しかったんだよね、ミッキーのやつとか。そのそれそれ何種類かあるよね。そう、ゲームウォッチか。ミッキーのもあるよね、なんかミッキーの記憶にあるんだよね。ゲームウォッチ、そうそう懐かしい。そう、カジノ助けるやつあったわ。超今イラストが頭に浮かんだ。ニートさん、タコありがとうございます。巨大なタコあった、それもあった、懐かしい。そう、黒い巨大なタコね。ゲームウォッチか。ミッキーの卵拾うゲーム、そうだそうだ。ベホーゲナさん、タコありがとうございます。ゲームウォッチ、あ、これだ、懐かしい。あ、本当だ、黒いタコ、オクトパス。キチネさん、タコありがとうございます。なんでゲームウォッチ知ってるのって。じいちゃん家にあったんですよ、だから遊んでた。これで、あ、じいちゃんのです。お母さんのかもしれないね、じいちゃん家にあった、ばあちゃん家。楽しかったんです、これお気に入りです。40年前か、じゃあじいちゃんのかな、お母さんのかな、40、どっちだろうな、40、じいちゃんのかな。あ、ミッキー、これこれ、ミッキーの絵柄描いてるやつ。これシンプルだけどめっちゃ楽しいんだよね。IPN さん、タコありがとうございます。お母さんかな、でもじいちゃんこういうの買うの好きな人だったから、普通に大人のじいちゃんが買ったんかもしれん、じいちゃん用に。そう、暇つぶしにいいかも今遊ぶの。ミキヤくん、タコありがとうございます。インベーダーゲームって何、インベーダー、これは見たことないな、さすがに、さすがに。電池入れれば使えるんじゃないって、まあそうだよね、使えるのかもしれないね。インベーダーゲームは知らないな、やってないな。これはよく見るけどね、ゲームセンターとかで。まだ動きますかって、どうだろう、ばあちゃん家行かなきゃ。まあ電池変えなきゃだね、絶対電池は変えなきゃだけど。
そう、このインベンダーゲームのキャラの新しいゲームがある。このキャラ、動かんかな、どうだろうね。インベンダーゲーム、大ピエンさん、タコありがとうございます。探したらあるんかね。でもじいちゃん家とかに、どれインベンダーゲームっていろんなの出てくる。どれだ、高く売らないよ、思い出の品じゃん。テーブルでやるやつ、いろんなの出てきてどれかわかんないわ。インベーダーゲームって調べ、テーブル、テーブルは業務用だよね。100円って書いてる。家用は何、これか。お店でってこと？お店でやってたってこと？じゃあやったことないわ、その時代に生きてないから。家用のゲーム機かと思った。クマさん、バラありがとうございます。それは知らない。家庭用ゲーム機かと思った。生きてました。じゃあやったことある。ゲームセンター、そう、家用のゲーム機よくしてた。家用じゃないとさ、私昔のゲームできないよ。まあ、ありそうだけどね、探したら。レトロなゲームいっぱい置いてるところとか。家用しか知らないですね。モップさん、金魚ありがとうございます。金魚、いいよ。こんばんは。いいよ。ね、だからどっかにもあるんだろうね。その昔のゲームをたくさん置いてるところとか。古い遊園地とか。レトロ自販機ないかも。どんなやつだろう。ね、昔のゲーム機を置いてるなんか駄菓子屋さんとか、古い駄菓子屋さんとか置いてたりするかも。インテリアとして置いてたり、喫茶店とかに。だからどっかでは出会えるかもしれない。あと5分。レトロゲームしてみたいと思うって。そんなにはないかな。
してみたいっていうより写真とか撮りたい。ああいう見た目が好きだから、レトロなもののレトロゲーム、レトロゲームセンターとか写真撮りたい。雰囲気が好きです。したいとは思わんけど、実際に行ってはみたいですね。私も昭和レトロですよって。そっか、タイピーエンさんありがとうございます。花火、太鼓もレトロ。太鼓の達人もね、古い昔の置いてるとこもある。私が小さい頃の太鼓の達人変わってるんですけど、2010年とかのやつをまだ置いてるところとかある。愛媛、画面がちょっと画質悪くて奥行きがあってテレビみたいになってる。そう、昔の。全然前世、まあ懐かしいっちゃ懐かしいけどね。高校生、私は高校時代思い出す懐かしいって感じかな。ね、温泉旅館もめっちゃ古い太鼓の達人あるよね。奥行きがあるテレビ画面みたいな、そう、全体的に四角っぽい太鼓の達人。高島屋の屋上も古い、めっちゃ太鼓の達人。サンモールのもね、この前まで古かったんですけど、太鼓の達人。古いのと新しいのがある、サンモール。よし、読みます。壇上を。13位、奈良さん。12位、大橋さん。11位、サージカルさん。10位、ミラクールさん。9位、ヤーくん。8位、翼欲しいさん。7位、キツネさん。6位、タイピーエンさん。5位、服部さん。4位、ヤスルパンさん。3位、ミキヤくん。2位、ウドムさん。1位、ニートさん。ありがとうございました。サンモールのゲームセンターでチーカーゲットした。いいじゃん、取れたんだ。詳しい。そう、太鼓の達人も好きなのでね、ゲームセンターも好きですから、ここ太鼓の達人古いなみたいなあります。あと何秒かな。45秒ぐらい。おやすみなさい。太鼓の叩き心地は変わらんけど、反応が悪いやつある。昔の叩いても反応しないとか。おやすみなさい。もやしものさん、星ありがとうございます。おやすみなさい。おやー、おやすみ。そう、反応悪いとかあるよね。